ミスターサンシャイン、イ・ビョンホン&ユ・ヨンソク、怪我をしたキム・テリー&キム。ミンジョンを救う、この記事にはドラマのストーリーに関する内容が含まれています。写真イコールテレビ N、ミスターサンシャイン、放送画面キャプチャーイ・ビョンホンとユ・ヨンソクが愛する女性の命を救った。29日に韓国で放送されたテレビ N、ミスターサンシャインでは、コエシン、キムテリ、徳道ひな、ミムミンジョンが力を合わせてホテルを爆破させるシーンが書かれた。徳道ひなは日本軍を懲らしめるために爆弾の設置を企み、それをコエシンは知った。コエシンは工藤ひながホテル全体を爆破させ、自身も現場を避けないつもり、であることに気づき、工藤ひなに一緒にその計画を実行しようと言った。コエシンは、目的は異なるが、目標は同じです。一緒にやりましょう。少なくともあそこで笑っているもののうち、ここを生きたまま出ていく者は誰もいないでしょう、と言った。すると工藤ひなは、とうとうこうやって味方を作ってらっしゃるわね、と彼女と手を組んだ。結局ホテルが爆破され、爆弾を設置して逃げようとしたエシンとひなは怪我をした。気を失っているエシンとヒナを3年ぶりに戻ってきたユジンチョイ、イ・ビョンホン、トクドンメ、ユ・ヨンソクが救った。